ご機嫌いかがですか？クリスチャンボイスジャパンのナビゲーターを務めます、ミクニです。この番組はイエス・キリストを信じたクリスチャンがどのようにイエス・キリストに出会い信じるに至ったか、またクリスチャンとして人生を歩む中での奇跡や祝福を通して本当の神様を証言する番組です。今世界情勢は日々目まぐるしく変化しています。テレビでも YouTube でも専門家といわれる政治学者たちが毎日持論を展開しています。専門家の方々は歴史や情勢に詳しいですが、先のことまでは見通せないようです。そんな中、聖書の預言からこれから起こることを分かりやすくはっきりと語っているクリスチャンの YouTube 番組がいくつかあります。今回はイスラエル人で世界を飛び回り聖書の終末預言を語っているアミール・ツァルファティ氏の救いの証、ユダヤ人なのにどのようにクリスチャンになったかをご紹介します。この証はご自身の YouTube 番組ビホールド・イスラエルの中から抜粋しました。これをお聞きになりましたら、ぜひご本人の番組をご覧ください。それではお聞きください。私の証はユダヤ人家庭に生まれたところから始まります。私は両親が離婚し、物心ついた時から親がおらず、里親のもとで育ちました。当時を振り返ると、あの頃の私には全く希望が見えませんでした。私は死のうと決意しました。まさに実行しようとした時、何かがこう言った気がしました。まだ世の中に十分なチャンスを与えていないんじゃないか。私は世の中に最後のチャンスを与えることにしました。その週、私は友人の家に食事に招かれました。友人の家族は手をつないで目を閉じ、そしてお父さんが言いました。さあ祈ろう。ところが祈りの最後に、とてもおかしなことを彼らは言ったのです。イエスの御名によって。ものすごい衝撃でした。私にとってそれは聞くに堪えない言葉でした。どうしてイエスの御名で祈るのか、神だけではダメなのか、僕たちユダヤ人はイスラエルの神を信じているんだ。じゃあ神様に聞いてみれば、イエスが誰なのか、と友人に言われて、神様、イエスが誰なのか教えてください、と私は紙切れに書きました。翌日仕事に行き、新聞の折り込みを入れていました。なんとその新聞を開いた時、イエシュア、ヘブル語のイエスの名前が一面に大きく出てきたのです。エルサレムで上映されていたキャンパスクルセードの映画ジーザスの広告でした。イスラエルで撮影され、ユダヤ人の役者たちがヘブル語で話していました。その映画を見ていると、私の知っているすべての旧約の預言がまさに目の前で成就していくのです。驚愕しました。見よ、処女が身ごもっている。イザヤ書7章14節。一人の男の子が私たちに与えられる。イザヤ書9章6節。ミカ書5章。イスラエルの民が新約聖書に与えられる話。エレミア書31章。メシアの苦しみ、私たち自身の罪のために。イザヤ書53章。まるでパズルのすべてのピースがつながったようでした。私はそこで決断しなければならないことが分かりました。私はほんの数週間前、命を絶とうとしていたのですから。それが今初めて、なぜ
私は人生を終えられなかったのかが分かったのです。その晩、主にただのメシアではなく私個人の救い主になってくださいと祈りました。私は洗礼を受けました。その後、イスラエル軍に入隊し、エリコとヨルダン渓谷の副総裁になって、エリコをパレスチナに手渡す準備のためにエリコ地方を訪れる全代表団を案内するイスラエル政府の公式ガイドをしていました。どれくらいの人が私がここで経験したように神が働き、戦争の最中に国を守るのを見ることができるでしょうか。今日、私たちが見ているのは熱心ではあるが知識のない国です。彼らは熱心です。しかしメシアに関する知識が欠けているのです。パウロが言ったのは、イスラエルの希望は和平案ではなく、政府でもなく軍隊でも国土でもありません。イスラエルの希望はイエスです。平和が欲しいですか？彼は平和の君です。王が欲しいですか？彼が王の王です。牧師が欲しいですか？彼が偉大な牧師です。イエスはイスラエルにとって唯一の希望です。ユダヤ人にとって唯一の希望。聖書のイザヤ書53章6節にこうあります。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。いかがだったでしょうか。アミール氏は世界中を飛び回り、聖書を解き明かし、今がどのような時代か、そしてこれからどのように世界は動いていくのか、聖書予言を分かりやすく語ってくださっています。 YouTube 番組には日本語字幕があります。 Behold Israel と検索してください。聞いてくださるすべての人の上にイエス・キリストの祝福がありますように。